ダネダネ不思議なたっくんです。ごきげんよう、ギラーストキちゃんです。トキちゃん、はい、今日はね、うん、いきなりだけど勝負を挑もうと思ってて。勝負、うん、あのさ、お絵かき勝負したこと覚えてる？あー、すっごい最初の時だよね。そう、たっくんがニョロゾ描いて、私がコリンク描いた時の、うん、そう、ちょっと今回はね、うん、ちょっとそのお絵かきで勝負を挑みたいなと思いまして、ね、うん、おー、うん、じゃあリベンジっていう形ですか？そうでございます。おー、負けないよ。はい、まあ、ただ、うん、お絵かきの勝負をするんじゃなくて、うん、今 TikTok で流行りのお絵かきチャレンジ、うん、お絵かきチャレンジ、時間を例えば最初、うんうん、例えば10秒とか、うん、5分とか、うん、なんか30分40分とかっていう、おー、そう、だんだんこうなんか、お絵かきの時間が増えてくみたいな、うんうん、チャレンジがあるんだけど、今回はね、それを使ってお絵かき勝負したいなと、うん、思いましてですね。なるほど。それはもう好きなポケモン描いていいんですか？ノン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 。え、ダメなの？ババーン。おなじみのルーレットですよ。うわー、ちょっと待って。どうよ。結構難しい。はい、こんな感じでおなじみのルーレットをね、用意してきましたよ。このね、まずじゃあ紹介しよっかな。まずね、ギャラドス。いや、難しい。カメックス。難しいよ。リザードン。全部難しい。不思議花。やばい。ミュウツー。うわー、ニャラザ。お？あれ？ニョラザ？いや、やっぱりね、うん、こう好きなポケモンは入れときたいなというか、うん、まあ、トキちゃんのほらこう画力ってさ、結構さ、こう高いじゃん。いや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 、でもこれニョラザ、うん、タックン当たった場合、うん、かなりタックンに有利にならない？そりゃやっぱりね、自分から持ちかけた勝負だからね、ちょっと自分の有利に。じゃあ、うん、タックンにはもうぜひギャラドスとか当たってほしいな。まあここで当たったポケモンを、はい、描いていきたいと思います。はい、それじゃあ早速やっていこう。先引きたい？あー、どうしようかな。先引く？どうする、どうする。じゃあ先に、先に引こうかな。オッケー、ニョロゾ引かないでね。じゃあ回していきます。はいよー、よいしょ。そんな、あれ、そんな、あれ。ごめん、タックンの、タックンのね、あれ、ルーレット、おもろだった、これ。飛んでっちゃった。トキちゃんがルーレットを直してきたから、もう一回引くね。はい、お願いします。じゃあ、回していきます。はい、よいしょ。お、不思議花。おお。じゃあ、トキちゃんは不思議花、描いていきます。はい、じゃあ次はタックン、お願いします。まあ、見ててよ、ニョロゾ引いちゃうからさ。ニョロゾ引かないでくれ。引いちゃうぞ、いきます。はい、せーので、あ、マジマジマジやばいんだけど。え、ミュウツー。マジでミュウツー、やばい、難しいよ絶対。だよね。ってことでタックのミュウツー引きました。いやー、ちょっとこれはまずい気がするけど。いや、お互いちょっと不思議花も難しそうだし。いやー、ニョロゾの隣だったんだけどね。惜しかったね。惜しかった。ポケモン決まったということで、はい、まあ、早速、やっていきたいんですけれども、はい、まず1回目はですね、15秒で、はい、15秒、短いな。それじゃあ、まずは15秒チャレンジやっていきたいと思います。はい、それではね、準備ができました。はい、目の前にね、うんうん、大量のペンがあるんですけれども、はい、何を使っても大丈夫なんで。おー、うん、書き甲斐があるね。ペン選ぶだけで終わっちゃうから。待って、そこから15秒なの？うん、終わっちゃうから先に選ぶ。あ、先に選ぶね。そうそうそう。じゃあ不思議花なので、まあ、緑のペンで書こうかな。はい、じゃあどうしよっかな。グレー、クレヨンのグレーで書いていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、よーい、スタート。え、こんな、こんな、待って待って、ちょっとなんか集中しすぎて全然喋れなかった、うん、今黙っちゃうよね。でも、かけてない気がする、全然。でも、うっそ、早すぎない？15秒短すぎる。かけた絵もちょっとやばいよ。ちょっと、タッくんやばい。タッくんの熱がやばい。やばい、これもうもはやなんだかわかんないよね、これね。出ますか？見せましょう。せーの、はい。待って、熱やばいよこれ。もはや
やさ、どこもう何か分からなくなっちゃってるよ。ね、これはやばい。やばいね、でも全然、うん、全然でも描けなかった。ちょっとシルエット的な描こうとしたんだけどね、やっぱり短すぎて間に合わなかった、うん、ということで、はい、次はですね、うんうん、もうちょっとだけ余裕があります。おー、よかった。次は2分で2分。なんかちょっと微妙なね、書けそうで書けなさそうな時間な気がする。行きますか。はい、お願いします。はい、行きます。よーい、ドン。なんかさっきよりは余裕を持ってお絵描きできるね。ちょっと心のゆとりがありますな、これは。あ、ちょっと間違えたくさい。ちょっと間違えた大丈夫か。やばい、クレヨン大丈夫か。やばい。あ、でもこっから修正できる。今度はね、体まで描く時間あると思うからね。最高だよ。やっぱ時間はいっぱい取るべきだね。残り30秒です。お、嘘でしょ。30秒。早くね、早くね。やばい、嘘。待って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 、ないよまだ。全然全然、僕も。やばい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 、時間がない。いや、嘘だと言って。絶対嘘だよ。持っていこう、持っていこう。終了です。やばー、もうもう足りない時間が全然足りないね。でもまあさっきよりはわかる。お、じゃあ見せていきましょうか。はいよ、はい、ドン。お、どれ。あ、どうどうどう。あ、さっきよりはかけてる気がするね。さっきよりはね、いけたよね。なんならこの回でほら、ちょっと色が2色になる。そう、すごい。それは2色使う余裕は私にはなかった、うん、うわ、でもすげえ。かけてるかな。割と全身はかけたと思う。かけたね。で、やっぱ色になりたかったね、うん、もうちょっと凝りたかった。もうちょっとやっぱ長く描きたいよ。長く描きたいね、うん、ってことで、はい、次はですね、うん、たっぷりあります。どれぐらいあるんですか。30分で。30分。これは結構かけますね、うん、はい、というわけで、うん、30分のね、チャレンジの準備ができました。はいはい、下書きの時間があると、はい、いうわけでこちらも用意いたしました。よし、絶対次も上手にめっちゃ書いてやろうっていう気持ち、うん、次ちょっと縦で書こうかな。おー、縦か。うん、でも横かな、うん、私横で描いていこうかな。オッケー、じゃあ行きましょう。よーい、ドン。今思ったんだけど、よーいドンっていうのもおかしいよね。よーいドン、確かに走るイメージあるからね、うん、そうそうそう、かけっこみたいになっちゃってるなと思って。かけっこしながらお絵描きっていうのも面白いかもしれない。ありだね面白くない。面白いね、それやっていたいな。あ、すげー、下書きできるっていいね。ね、しかも時間に余裕もあるよ。そうなんだよ。あ、大丈夫。開始1分ぐらいで失敗してない？いやいや、まあちょっと線を間違えたぐらいですかね。でもほら、書き直しできるよ、たくさん。そうなんだよ、ありがたい。じゃあ、書き直し、書き直しようかな。書き直しする？書き直しようかな。うん、ちゃんとした作品に仕上げたい。そうだね、うん、30分あるから。ごめん、消しゴムで揺れたらごめんね。あ、大丈夫、大丈夫です。センキュー。じゃあ遠慮なく。あ、ちょっとそれはさすがにやめて次は絶対さ、ポケモンだけじゃなくて背景とか、うんうん、そういうのもきっと描けるから。うんうん。え、今チラッと見たでしょ、タッグ。じゃあどうやって描いてんのかなって。まあまあまあ、カンニングなしっていうルールないからね、うん、じゃあじっくり。これ違う。カンニングしても意味なくないよ。確かにポケモン違うもんね。そうそうそう。ね、トキちゃん、うん、思ったんだけどさ、うん、下描きってさ、あんまりさ、濃く描きすぎちゃいけないんだよね。そうだね、鉛筆の線を生かすのであればいいんじゃないかな、うん、あ、なるほどね。なんかちょっと、なんだろうな、うん、美術っぽい感じ、絵画っぽい感じで描くんだったらいいと思うけど、うん、その後にペンとかで描いて消しちゃうんだったら薄い方がいいかも、うん、あ、そっか、じゃあやばいやばい。濃く描きすぎた。濃く描きすぎちゃった。どこがね、あのね、本描きでね、下描きか分かんなくなっちゃったそしたらペンでなぞっちゃえば、うん、なぞってもう消しちゃえば、うん、あ、なるほどね、ありがとう。敵にアドバイスをもらってどうするんだろう。本当だよ、勝負だよこれ。勝負だよこれ。勝負だ。そうだよ、全部嘘を言ってるかもしれないからね今。確かに。え、でもね、トキちゃんはいい人だからね、そんなことないと思う。残り10分です。おー、10分経過したってこと。10分なんだまだ。おー、全然余裕あるね。ね、うわ、嬉しいなこれは。やばい、大丈夫大丈夫。何が起きた。ペンがはみ出ちゃった。ペンがはみ出ちゃった、うん、たっくん絶対普通にお絵描きできないもんね、うん、何かあるよね、うん、絶対そう、何かしらね、そうそうそう、やっちゃうんだよね、アクシデントが。やばいよ、そろそろ時間気にして描かないと。残り10分です。あ、やばいやばいぞ。行ったそばから、行ったそばから。ポ
ケルン TV のこれスタジオいいね。めっちゃ画材があるのね。なんかあんまりさ、実際こうたくさん全部を使えてるかって言われたらさ、今もクレヨンだけしか使えてなかったりするけど、全部使って描いてみたいよね。そうだね、時間気にせず。そうそう、楽しいかも。背景はね、もうね、決めてたんですよ。けさ結構さ、なんかのんびり筆もさ、筆っていうか鉛筆もさ動かして描いてたけど、今もうガガガガガみたいな。で残り5分です。あー、やばいやば、本当に時間ないじゃん。時間ない、あと5分。やばいやばい、怖い怖い、やばいやばい。まあでも仕上げまで来てるから。そうだね、私もなんとか仕上げまでは来たかも。よかった。残り30秒です。おー、30秒、やばいかも。あ、煙をかいててさ、今ちょっと煙の気持ちになっちゃった急にシューって言うから何かと思った。なんかね、たっくんね、本気で絵描いてるとね、なんかその、その絵のなんか気持ちになってね、効果音出ちゃうんだよね。塗り忘れを足して終了です。あーまあ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 、いい感じですよ。いい感じですか。うん、とても。私も結構かけたと思う、30分あったから。本当に、うん、いや楽しみだな。楽しみ。じゃあ、いきますか。はいはい、せーの、ドン、はい、おぉ、おぉ、あ、すごいすごいよ。不思議花もすごい。どうですか、ちょっとポケカ風に、うん、じゃあクレヨンだからさ、なんかまたその味がいいんだよね、これ。そう、ちょっとね、ペンも迷ったんだけど、今回はね、うん、クレヨンで描きました。なるほどね。うわ、すげえ、すごいよ。シューって言ってたの、この辺描いてたのかな。そうそうそう、ちょっとね、やっぱミュウツーといえば、うんうん、人工に作られたポケモンということで、うんうん、ちょっとその作られた研究室から脱出したみたいな、はい、なるほどね。そう感じで。いや、強そう、めちゃくちゃ強そう。本当、うん、あ、最初にね、ちょっとね、言ってしまったあの勝負、うんうん、なんですけど、なんですけどちょっとね、お互いの絵がやっぱなんかすごく良すぎて、いや今回すごいうまく描けたと思う、うん、ね、うん、なのでなんかもう勝負とかどうでもよくなっちゃった。え、それでいいの？うん、挑んできたじゃん。いやなんかね、お互いの絵の良さ知れたから、もう僕それでいいかなって。あ、平和なパターンだ。そう、平和な感じ、平和な感じだ、うん。まあ、お絵描き対決ってやっぱ面白いから、うんうん、なんかね、また次もあったら、うん、まあ、終わらない対決みたいな。なるほどね、いいライバルね。そうだね、そう、ありたいなって思う、うん。じゃあ勝敗がつくのはいつになることやら。なることやらというわけなんですが、はい、皆様ね、温かく見守って、うん、くださればなと思います。はい、応援よろしくお願いしますお願いします。それでは今回のこちらの TikTok お絵かきチャレンジ、面白いな、私もやってみたいなって思ってくれたら、ぜひ高評価、それにチャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン連続ゲットって知ってる？同じ種類のポケモンを続けて捕まえてると強いやつと出会いやすい。あ、そうなのね。あ、バトルじゃないんだ。バトルかと思って声かけたのに。月の石探してるんだけど、君持ってない？持ってるけどあげられないな。キャンプボーイの正道。ミドランも可愛いね。ちょっとレベルが高くなったかな。バリーノ進化したけど、そのままで。ミドリーノも可愛いんだよね。足がさ、足が短くて丸っこにするのが超かわいいの。よし、ドクドクは嫌だ、やめてよ。お、急所に当てた、偉い。
もレベル42。あにゃりゃ君私みたいだな。お親サイフォンの様子が。後ろ足だけで歩くようになり知能が発達した。鎧のような皮膚はマグマにも耐える。やっと進化したよ。育ててよかった。なかなか進化しないなって思いながらさ、40いくつまで育てたからさ、よかった。EV の毒だけしてあげよう。いや、これからサイドンをバトルに出すのも楽しみだね。僕の専門電気だから海ポケモンは詳しくないよ。あ、そう、なんでわざわざ言ってきたんだろう。電気グループエレブか。エレブの鳴き声ってめっちゃ電気みたいだよね。機械っぽい。耐えたし。スピードスター、電気技じゃないんかい。